言語処理学会第23回2次大会の参加報告を高橋がします。で、まあ、参加報告概要は自分の発表周りの話と興味深かった発表と、まあ、懇親会でのお話ぐらいになります。で、まあ、まず自分の発表ですけども、まあ、手応えとしては、まあ、感触が良かったなという感じです。で、まあ、一つ目ポスターの機械翻訳システムの安定性評価ではやはりポスターだったのでいろんな翻訳研究者とかの方に、話を、まあ、聞いていただけて、で、まあ、今後の話、まあ、例えばどういうふうにモデルに組み込んでいくかとか、まあ、こういうふうな方法であればいいよっていうふうな話をいただけたのは非常に良かったです。で、まあ、二つ目の表記揺れの統計機械翻訳の影響の方も、まあ、この研究室でやってる、まあ、表記揺れに関する研究の、まあ、ひとまとめができたかなというところで、まあ、満足感、まあ、達成感とともに、まあ、あとはその、まあ、CJNLP とかその別の機会で、まあ、その聞いていただいた方に、まあ、後でコメントとかいただいて、まあ、よかったかなと思います。で、次に、興味深かった発表ですが、まあ、ここの3つとあともう1つあと2つなんですけども、まあ、1つ目はその、最初のヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシングっていう、まあ、馬場先生のもので、まあ、端的に言うとその、まあ、人を、まあ高度な処理装置と見立てて、まあ、クラウドソーシングっていう形で、まあ、何か入力を与えて、まあ、それをその画面の向こうの人が作業をして、まあ、帰ってくるっていう風なもので、まあ、なんて言いますかね、言語処理ではその、まあ、クラウドソーシングっていう形でしか見なかったんですけども、まあ、その新しい使い方として、まあ、その言語処理っていうのとその人っていうのは、まあ、協調的な何か枠組みを考えるのも、まあ、今後の発展としては非常に面白いのかなと思いました。っていうのと、まあ、こういう分野があることが知らなかったので、まあ、それは一つの、まあ、大きな知見になりました。で、2つ目は、ワークショップ、まあ、言語処理の応用、金曜日のものなんですけども、まあ、これからまあ社会人になるということで、まあ、やはりその手元にあるデータで、まあ、いかにこの業務に貢献するかっていうところに、まあ、非常に注目しながら聞きました。で、まあ、なんて言いますかね、その手法自体はそのめちゃくちゃ難しい手法とかではなく、まあ、その基本的な N グラムとか、まあ、分類問題を解くんですけども、やっぱりそのどういうふうにデータを作るか、まあ、そのコーパス自体に価値があるっていうことを改めて再認識しました。で、3つ目は、これはテーマセッションのその翻訳の質と効率で、実社会におけるニーズと工学的実現可能性という、まあ、テーマセッション2つとも聞きました。で、まあ、聞きに行ったのは、まあ、安定性評価ってことで、その、まあ、僕自身がその機械翻訳の評価の研究してたので、まあ、実際に翻訳やってる人は、まあ、どういうことに興味を持ってやってるんだろう、やってるのかなということで見に行きました。で、まあ、端的に言うとこう、まあ、翻訳者と言語処理研究者の間に、まあ、溝みたいなものを感じて、まあ、何ですかね、その実務で使われるその翻訳システム、まあ、何ですかね、その翻訳タスクと、まあ、なんかその、まあ、研究でやってるその翻訳機っていうのが、まあ、どうつながればいいのかなっていうのが、まあ、やっぱみんなこう分かってなくて、いろんな議論があるんですけども、まあ、それが一つの形がその翻訳メモリだったりとか、まあ、その我々の表記で似てるんですけども、まあ、UTX って言ってその用語のリストを作って、まあ、それでやっぱりその人力に対応していくとかっていうのがあって、まあ、もう少し何かできることがあるんじゃないかなと思いました。で、次はこのまた最初の方の話なんですけども、音楽情報処理の最前線を紹介しつつ、言語処理との接点を探るというもので、まあ、これは本当に感想はデモはまあ雄弁だってことで、まあ、我々音楽情報処理全くわからなかったんですけども、まあ、デモを見ることで、まあ、なんとなくその何をやってるのかっていうのを感じ取ることができました。で、もう一つ興味深かったのはその言語処理とまあ似たような歴史、まあ、その手法ですね、そのルールベースがあって、まあ、HMM みたいなものがあって、で、まあ、SVM とかが来てその今ディープラーニングに至るっていうのが、まあ、やはりそのまあ、同じようなその、まあ、信号処理というか系列処理というかを、まあ、扱う研究分野として、まあ、すごい似ているっていうところに、まあ、非常に興味を抱きました。で、まあ、我々、まあ、その言語処理研究者なんですけども、まあ、その言語処理の分野を見るだけではなく、ちょっと外れた分野を、まあ、たまに見て、まあ、学会参加とかでもいいと思うんですけど、で、まあ、何が流行ってるのかをちょっと見るっていうのは必要なことかもしれないというふうに思いました。
で、興味深かった発表の最後は、ポスターで、目的言語の低頻度語の高頻度語への言い換えによるニューラル機械翻訳の改善というのを見ました。で、まあ、もともとその、まあ、低頻度語とか、まあ、言い換えに興味があって、見たんですけども、まあ、これはニューラル機械翻訳において、まあ、出力側もその、まあ、ニューラルネットワークの次元数の問題で低頻度語がその未知語になりやすいというか、まあ、5万語とかできるんで、まあ、未知語ができますよと。でそれを、まあ、他のコーパスから取得した言い換え確率とかを用いて、低頻度語から高頻度語に還元することで、まあ、未知語が減りましたっていうふうな研究でした。でまあこうなんか普通こう、まあ、入力の方を何とかしてやろうって思うんですけども、まあ、そこをあえて、出力の方の、低頻度語に着目して、まあ、OOV を減らしたっていうふうな、まあ、観点がすごく面白かったです。で最後に、懇親会なのですけども、まあ、今回懇親会では結構新聞とか出版関連の人と話す機会が、まあ、とかまあ出会える機会が多かったです。で、まあ、これと関連してなんですけども、まあ、その表給例の解消とかは非常に興味を持っていただけて、まあ、その研究としてのまあ表給例を解消してどうこうっていう側面以外に、この実務の人とかでは、まあ、例えば文書内にどれくらい表給例があるかとか、まあ、この出版関連の人がやってる表給例ちょっと広くて、まあ、同義表現とかも含まれるんですけども、まあ、そういうのを研究の副産物でツールとして出していくだけでも、まあ、また話が広がっていくのかなというふうに感じました。以上が、参加報告になります。